皆さん、こんばんは、戸田です。今日は6月30日、もう夜近いんですが、昨日 ACL の、北京 FC、 北京 FC、 北京国間か、北京対川崎の解説を、しましたと。でその前に、ワウワウの、トークライブ、オンデマンドで見られる配信番組に、また出させてもらいまして、今期ユーロ期間中4回目なんですかね、多分僕が一番出てるんですけど、昨日あの福西さんと一緒に出て、まあボランチってことにはなったんですけど、中盤のセンターの選手をテーマに、話をしてみました。まあ、福さんも一緒に出たので、まあ、2人から2人なりのなんかこう、考え意見が出たと思いますし、まあ、ユーロに出場している選手も紹介する形になったような内容なんで、まあ、よかったら、なかなか多分まだこの番組認知されてないような気がするんですけども、オンデマンドに登録すれば見られるはずなので、よかったら見てもらえたらなとは思います。で昨日は、ACL の、まあ、先ほど言いました北京と川崎の試合の解説を、受けましたので、そのブラッカーでやっているイングランド対ドイツを見られないという、まあ、そんな展開になりました。あんまり深く考えないの、普段からお世話になっているダゾンさんから依頼が来ましたんで、まあ、ACL 権利取ったということで出させてもらう形にしたんですけども、まあ、ボンミスということではなく、被ってしまいまして。で、まあ、その後、そのまま、まあ、トレーニング行って、で、一件ちょっとミーティングがあって今帰ってるので、またイングランドとドイツの試合をちゃんとは見ていないんですが、まあ、イングランドは勝ったなと。まあ、3バックで出るって情報あったので、まあ、ドイツをコントロールして、まあ、カウンターっていうところをメインに考えるのかなと思っているんですけど、まあ、ちょっと内容みたいになんとも言えないんですが、まあ、大会の中で、まあ、整えて、成長してくるチームが、はあ、基本的にはやっぱり上に行くので、まあ、ジャック・グリーリッシュが活躍し始めて、今はフォーデンも多分スタメンじゃないと思うんですけども、まあ、スターリングも代表の方では、はあ、非常に躍動している感じもありますし、まあ、いよいよハリケーンが点取ったので、まあ、そういう意味ではイングランドが、まあ、ウェアも戻ってきて、ちょっと盤石な感じになってきた感もありますね。感もある。ちょっとまあ試合見てないんで何とも言えないですが、やっぱりドイツも、まあ、レーブ監督になっても何年になるんでしょうか。まあ、ブラジルワールドカップ取った時の監督さんですから、もうだいぶ長いんですけども、まあ、ロシアのワールドカップも、まあ、失敗した形になって、まあ、今回が最後の大会になるんですが、ポルトガル戦は、まあ、ポルトガル側に、明らかに、不具合が多く生じていたので、ドイツが今進めているものが非常にキラキラ輝いて見えて、良い形で勝てたと思うんですけども、まあ、ハンガリーの試合も本当紙一重で、まあ、終盤ゴレツカーで追いついた感じで、なんとかこう先に進んだ、まあ、そんなドイツ代表でしたが、まあ、代表チームではありますけど、クラブチーム的なこうメカニズムというか、進め方はしてきてたと思うんですけども、まあ、そのフットボール、まあ、サッカーの中身のところでしょうね、設定の部分と、まあ、人選と、やっぱり中身のところが、まあ、今のやっぱりフットボールで考えると、ちょっとやっぱりこう、不備が、どうしてもこう、うまくいかないところが出てきて、まあ、基本的にボール持つところにすごく傾倒してきた監督さんだと思うので、まあ、そういったところで、まあ、少し代表レベルでは時代を先取りして、まあ、ポジショナルプレーで、もしくはバイエルンミュンヘンの選手もうまく活用しながら、ペップ・グアルディオラのバイエルンミュンヘンの選手をうまく活用しながら、ブラジルワールドカップに見ようと勝ったんですけど、まあ、そこの勝ったところが結局はまあピークになった感じがあるんで、まあ、そういう意味ではだいぶ引っ張ったなドイツってところはありますが、まあ、これでまた一つ時代が、終わる変わるっていうところだと思いますので、また次のドイツに期待したいなと、思います。あとはまあフランスですね。だから驚くことに、まあ、死のグループだと言われた F 組の3つの大国強国がまあ、全て決勝トーナメント1回戦で姿を消すと、まあ、そんな形になりまして、まあ、でもドイツがイングランドに負けることはありえますし、まあ、ポルトガルがベルギーに負けることもまあ、ありえますし、まあ、フランスがスイスに負けることもまあ、ありえると、まあ、スイスもいいチームですからね、
ました。まあ、フランスも、今大会を見てきて、感じたことは、まあ、ロシアの時とは違う。で、まあ、スイス戦は PK で敗れたわけなんですけども、まあ、PK は基本的には運なので、まあ、仕方ない。別に外した人を責められるものでもないと。蹴らないと失敗できないわけですから、まあ、基本的にはそういう勇気のある人が PK には臨むわけなので、で、まあ、キリアン・エムバペが外して、まあ、ゾマが止めて、まあ、スイスが勝ってフランスが敗れたわけなので、基本的にはそれが、全てですから、それ以上のことはないんですけども、自分が気になったその PK をフランスが、まあ、エムバペが外して敗れた後なんですよね。まあ、大体においては最後、まあ、その外してしまって、敗れたってことになった時には、まあ、チーム全員でその人をやっぱり囲んで慰めながらしっかりあの敗戦をみんなでこうなんか受け入れていく受け止めていくっていうことは多いと思うんですけど、まあ、皆さん見たと思うんですが、まあ、それぞれでこう悔しがってる感じがフランス代表から見受けられたんですけど、エンバペのところにこう駆け寄る選手いなかったですよね。まあ、後ろから少しこう頭をポンとこう叩いてあげる、あのねぎらうっていう形の選手はいたんですけど、まあ、デシャンも、まあ、エンパペのところには行ったんですが、まあ、一人でドレッシングルームに引き上げていくっていう、まあ、あの感じを見たときに、まあ、なかなかやっぱこうチームになりきれてなかったんだろうな今回のフランスという感じがして、で今日になってくると、まあ、なんか向こうのメディアの情報でやっぱりフランスのまあ、選手同士のところでなかなかうまくこう関係性が作りきれてなかったっていう、まあ、主に守備面ですよね。でこれはまあ実際スイス戦でも守備のところは確かにスカスカだなっていうところは結構多くて、まあ、2失点目のところも明確に左のハーフスペース使われましたし、まあ、初戦のドイツ戦も勝ちはしたんですけども、後半は、まあ、あの時は 4-5-1 だったんですけども、まあ、やっぱり縦パスがスポンスモン中盤を超えてしまって、まあ、なんとか最後のところで食い止めるフランスっていうところになってましたから、だからここがまあ代表チームの難しさだという言い方ができるんでしょうけども、まあ、基本的にはやっぱりボールを持たない局面っていうのは、まあ、犠牲心というか、まあ、よりチームとしての、まあ、部分が必要になって、その上でお互いに協力をして、走ってね、ボールをやっぱり奪ってゴールに向かっていかなきゃいけないことですから、まあ、今回のフランスを見ているとロシアの時のフランスとはやっぱり違くて、まあ、ロシアの時のフランスと何が違うかというと、ロシアの時はマティーディがいたと、でセンターバックはまあウンティティで、まあ、今回はいないんですけども、まあ、3失点目のところも残念ながら、キンペンベのネガティブトランション後のアクションを見ると、まあ、明らかにあれは間違えてしまいましたので、もちろんそのね、ネガティブトランションに、まあ、映る前の中盤のボール保持のところですよね。まあ、リードしてて、もう最終盤で、あの時は多分ジルーなんですかね。ジルーからポグバに、まあ、礼をした形になったんですけども、まあ、そこで少しボール保持に入った時に、まあ、スイスはもう後ろの枚数も減らして、で、リスクを負って、まあ、相手に向かってきましたから、まあ、奪ったところからジャガの素晴らしい縦パスが入って、アブランチッチが決めたと。まあ、奪われるところまではフランスもあり得るかなっていう展開だったんですが、奪われた後の最終ラインの、まあ、そのネガティブトランションの対応ですよね。真ん中、ボコッと、まあ、開けてしまった2センターバックっていうところは、まあ、個人的には非常に気になりましたし、まあ、2失点目のところも、まあ、スイスが左から右の方に斜めにこうボールを入れ込んだ時のフランスの、まず守備の組織の部分と、まあ、エムバブが右からクロスを上げて、セフェロビッチが決める、ヘディングで決めるんですが、まあ、確かにクロスボールの質は素晴らしくて、でセフェロビッチの位置取りとヘディングの部分も彼は先輩特許の部分ですから、まあ、2得点素晴らしかったと言えるんですけども、まあ、あまりにもフランス側の対応が、まあ、あっさりしてましたし、まあ、クロス上がってくるよというところに、まあ、基本ゾーンで入ってるはずなんですけども、まあ、バラのところの対応も良くはなかったですよねと。ですので、まあ、今回のフランスに関してはロシアワールドカップのフランスとは、まあ、メンバーのところはかなり重なる部分はありましたけども、まあ、メンタリティと、それからまあプレーを行う上でのチームのベースの部分はだいぶ違くて、まあ、よりボール保持には偏りましたし、
まあ、ベンゼマは4得点を挙げて、確かに素晴らしいパフォーマンスだったとは思うんですが、まあ、ベンゼマとジルーの違いっていうところも含めて、ロシアワールドカップの方がより全体としてソリッドに、でその上で攻撃は早く、人数もかけすぎない、でよりエンバーベのスピードを生かすっていうところが出てたのかなっていう気はしましたね。でそれでもフランスは十分に勝つ可能性があって、勝つ能力があって、で3つのゴールを見るとどれもまあ素晴らしいやっぱり個の能力と、まあ、瞬間的な連携ですよね。だあれができちゃうと確かになんかチームベースでこういった形で攻撃をしていくんだっていうものが、まあ、必要にないかなって思えてしまう部分はあるとは思います。でまあ代表チームなのでどうしてもこう寄せ集め感が出たりとか、まあそのクラブチームとは違う、構成にはなるんでしょうけど、ただまあ監督は変わってませんし、デシャンももうブラジルワールドカップの時やってますから、まあ長くて選手も劇的に変わってるわけじゃないので、まあ今回に関しては何かうまくいかない要素が明らかにあったなと。でまあ左サイドバックが、まあリュカもディーニも使えないっていうところは確かに痛手だったと思うんですけども、まあそこにラビオを置いたときに、まあラビオっていう選手の能力で考えたら十分できるんじゃないかなと個人的には思ったんですね。ただスタメンと並びを見たときに、まあシビジャー明らかに5バックだと思うんですけども、まあ4でも5でも、中盤やっぱり中盤から、フランスは中盤から前の組織が、まあほぼなかったんじゃないかなというような形になっちまいましたんで、まあ現地の、情報からすると、まあ選手同士で守備に対しての、まあ責任のなすり付き合いみたいなところがあったと。で、どうしてもそうなるとポグバの名前が出てきてしまうところがあって、まあまあ、個人的にその、まあプレミアリーグマンチェスターユナイテッドでのポグバと、今回のポグバを見ていたら、まあトータルにパフォーマンスレベルは高かったとは感じてるんですけども、前線からのきちんとした組織だった守備がない場合に、中盤のセンターの選手が、やっぱりこう、行わなきゃいけない守備っていうのは、どうしてもリアクションが増えますので、そうすると、例えば、まあ、マクトミネとフレッジみたいな選手が必要にはなると思うんですね。だからマクトミネとフレッジがいたとしても、ユナイテッドにはある程度のプレッシングの形はありましたし、まあ、ブルーノ・フェルナンデスもいて、非常にタクティカルにまた献身的にプレスも行ってましたから、そこで考えるとやっぱり今回のフランスは、まあ、どのシステムをフォーメーション使っても守備は非常に、曖昧だったなと思いました。それはもう5バックだろうが4-4-2だろうが、基本的には中盤から前の、まあ、狙いを持ったプレッシングがないようには見えましたので、そうするとどうしても中盤は、まあ、動ききれないですし、まあ、振られることも前提でなんか一生懸命こうスペースを消してっていうことをしなきゃいけませんから、で例えばエンゴロカンテみたいな、まあ、スーパーな選手がいても結局ネガティブトランションのところにもなかなか遭遇しきれない、まあ、最後の3失点目もそうですし、まあ、2失点目もカンテの脇を抜けてるわけですね。でもあれはカンテに責任があるわけじゃなくて、要はボールはそれぐらいの存在ですから、いくらでもすり抜けることができるわけですよね。どれだけ素晴らしい選手を並べてもボールは簡単にはもう奪えませんし、それは強国であってもやっぱりそのボールを持たない局面、もしくはボールを持っている局面からトランジションのところですね、カウンタープレスも含めて、代表チームであってももう少しやっぱり構築して入っていかないと、選手個々人の能力と、まあ、その足し算で考えたら確かにスイスにも良い選手はいますが、フランスの方が間違いなく上回っているのはこれ明らかですから、だからそうだとしてもスイスの方がより組織立っていて、その上で、まあ、監督の采配も選手に覚悟を持たせる意味では非常に良かったと思いましたし、まあ、シャチリを諦めたところが一つポイントになって、まあ、グループリーグのトルコ戦ではすごく良いパフォーマンスは見せましたけど、まあ、本当にレベルの高い試合で違いが出せる選手では個人的にはもうないなと思っている選手なので、まあ、そこにこう最後までなんか望みを託すっていうより、あそこでパシンとこう、諦めたところがペドロビッチ監督良かったなと。でよりそういう意味ではそのトップ下っていうところじゃないところで全体として相手ゴールに向かっていくっていうプレッシングも含めて、それはフランスにとってはおそらく嫌だったはずなので、
まあそうだとしてもフランスは3位まで持っていきましたから、うまく試合はコントロールできたらよかったんですけども、とにかく日保持のところはですね、非常に今回は曖昧だったように感じましたから、これはポルトガルも、まあ、一つ前の動画でお話しさせてもらったと思うんですけど、同様のところがあって、まあ、ドイツに関しては、まあ、トランジションの部分に対するまず備えがどうしてもその人生のところで弱くなる、で非保持のところも同様だっていうところがあったと思いますから、まあ、3つの大国、強国、共通してやっぱりなんかこうちょっと足らないところがあったから負けたんじゃないかなと、次に進めなかったんじゃないかなと、個人的には思いましたね。ですので、まあ、今回のフランス代表に、まあ、マティーディが入れるかっていうと、今現在のそのフォーム状態で考えればなかったんでしょうし、ただまあロシアの時はまあ、グリーズマン、ジルー、ポグバ、マティーリ、カンテ、みんなすごくあのグループとしてハードワークをして、でその上で攻撃を仕掛けた時にエンバペっていう、そういうチームでしたから、今回はもっとやっぱりボールを持って、ベンゼマも含めてボールを持ってボールを動かしてっていうところに、取り組んでたと思うんですけど、やっぱり試合を見ていると、まあ、攻撃と守備でおそらく少し可変をして、まあ、ラビオが中盤に入っていって、まあ、前半だったら幅取るのがエンバペみたいなところはあったんですが、まあ、そこまでやっぱり、機能的には見えなかったですね。で、スイスはスイスで、すごくリスペクトをした上で、きちっと守備に入って、で、それでも、まあ、スイスも実は前に出た守備の時に後ろが重いっていう課題が、まあ、実はこの課題がまだ改善できてないんですけど、フランス戦もかなり中盤の後ろスペースできてましたから、まあ、だとしてもですね、最後のところも含めて、で途中で1枚ロドリゲスも一旦外して、で前に人数持ってって、で追いついてからまたファビアンシアを入れて、最後は PK まで持っていくっていう形の、まあ、戦略の部分も見せましたから、でその上でやっぱり基本的には個々人で対決したら勝てないのは分かってるので、グループで一生懸命プレーをしてましたし、まあ、ジャカ、フロイラー、ここの2人の連携とパフォーマンスも非常に良かったなと。そういったところで言うと、フランスが負けなくてもいい試合だったようには見えるんですけど、やっぱりフットボールはチームスポーツだと、もう完璧にチームスポーツの中では、まあ、フランスには負ける理由は確かにあって、でその負ける理由をしっかりスイス側が見つけることができて、そこにこう自分たちのエネルギーをぶつけることができましたから、まあトランジションのところも含めて、まあ攻撃陣も基本的にはしっかりボールを保持するっていうところでスイスも取り組んできたところが、まあ2失点目にもつながってたと思いますし、フランスはとにかく、まあトランジションのところにそもそもきちっと迎えるような攻撃の配置にもあんまりなってないように見えましたのでまあやっぱりすごい選手が揃ってるんですけどっていうところの楽しみ方はあったと思うんですが、本来そのトップレベルで見られるような集団としてのアクションのところは、まあこれが代表だっていうことにはなると思うんですけど、ちょっと物足らなかった今回のユーロだったかなというふうに見えました。ということで考えると、まあ今そのヨーロッパのクラブレベルの、まあ、メガクラブですね、一番レベルの高いところで仕事をしている、まあ、監督ですね。もちろんクラブとかも代表は明確にもう完璧に違いますので、比較する必要は全くないんですけど、ただクラブであれだけ規律を持ってしっかり戦術行動も行いながら、パフォーマンスを発揮しているフランス代表の選手でも代表に来るとあんなバラバラになっているには見えるっていうところを考えると、まあ、いかにそういったものが必要かっていうところをすごく感じるユーロですし、まあ、これはポルトガルにもある部分言えると思うんですけど、で、まあ、基本的にそういう大きなクラブで素晴らしい仕事をしている監督の素晴らしさが、能力が逆に際立つような、もうそういう時代にはなったと思うんですよね。そういう意味ではもう代表レベルでも、まあ、見られたらいいなと思えるようなものを見せてくれる代表チームもあって、だ今回のでもユーロで言えば、まあ、デンマークとか、まあ、敗れやしやしのオーストリア、でイタリアもそういう意味ではすごくクラブに近いものもしっかりチームのメカニズムとして持ちながら
すごく良い大会は過ごしてますし、まあ、チェコも個人的にはいいですね。中盤の2センターもいいですし、その戦い方の部分もしっかり相手のストロングを抑えるというところで、オランダ戦だと、まあ、マンツーマンに近いタスクを与えて、自陣で守備をするときにサイドバックがオランダのウィングバックのところに安心して出られるように、まあ、いわゆるハーフスペースのところにはしっかり、まあ、ソーチェクが例えば戻ってくるとか、まあ、そういったところもしっかり持ちながら戦うことができてましたので、まあ、基本的には大国強国じゃない、もう一つ下のランク付けをされる、まあ、代表チームがより戦術的なものを持って、まあ、大会に臨んでいるなっていうところは感じて、まあ、基本的にはその戦術っていうものは選手をある意味縛るものなの で、そういったところで考えると、まあ、ビッグプレイヤーが多い、代表チームにおいてはあまりそういったものは存在しないんだろうなっていうのは、まあ、なんとなく理解はできますよねと。だそうだとするとなかなかもう勝ちきれなくなってきているのが今の代表レベルなのかもしれないので、まあ、今回のユーロも非常にタクティカルな面も含めて、まあ、良い部分を見せてくれているチームはありますから、まあ、個人的にはデンマーク対チェコっていう次の試合はすごく楽しみです。でイタリアとベルギーも楽しみです。で、まあ、フランス、ドイツ、それからポルトガル、ドイツの試合はまた後で見るんですけど、やっぱり選手をちょっと並べてる感じがするチームに関してはすごく良い場面が見られる時間もある、場面も時間もあるんですけど、それがこう継続的に作り出せているわけじゃなかったので、おそらくは望むところまではたどり着けなかったんじゃないかなというところを感じる、そんなユーロでした。